丸の内シャトルは、東京駅の西側、東京都千代田区の大手町、丸の内、有楽町地区を周回する、無料巡回バスである。日の丸自動車工業が運行し、運行経費は周回ルート沿線の企業、施設の協賛金で賄っている。2003年8月22日開業。東京都心の丸の内地区を中心に、大手町地区から有楽町地区までの範囲を循環する。 アス路線である毎日10時台から18時台まで12から15分間隔で運行されるほか、平日のみ8時9時台は通勤輸送のため丸の内大手町地区のみの循環運行が行われる。19時台は各停留所の発車時刻が決まっている。通常ルートの一周は約35から45分。停留所に客がいない場合でも必ず全ての停留所に停車する。 余裕を多めに取ったダイヤであるため、バスが大幅に遅れることは少ない。平日の8.9時台、平日の10時台、20時台、休日のそれぞれで運行経路が変わるほか、近隣でイベントが開催される場合には延長運行が行われることもある。無料かつ予約不要であるため、この近辺での移動には便利な交通機関である。ただし1月1日は沿線の企業、 商店の多くが休業しており、地域への来訪者、利用客が少ないため運休される。平日朝に運行される、大手町ルート鉄道等への乗り換えができる停留所に、ついて2009年2月1日時点で、水穂銀行及びパレスホテル停留所は、建て替え工事で休止しているため、2008年末当時の経路を記載する。スポンサーは、車両後部に表記されるほか、 社内のテレビでは一部企業の映像広告も放映される。丸の内という地域柄三菱グループ色が強い。臨パ店の来館者輸送で東京国立近代美術館前に停車する丸の内シャトル。丸の内シャトルは沿線地域の祭事に合わせて主催者の依頼で臨時に運行経路を変更することがある。桜祭りや木祭り延長区間の運行経路は 千代田区及び千代田区観光協会のウェブサイトや観光協会が発行するガイドブックに掲載され、ガイドブックは丸の内シャトル車内や臨時停留所、千代田区内の公共施設、鉄道駅、ホテルや飲食店などで配布される。東京マラソンに伴う交通規制で単夜京通りを迂回してきた。 丸の内シャトル2011年まで東京国立近代美術館や千代田区役所など皇居の北側へ延長運転する場合は日曜日のみ延長ルートの一部が歩行者天国になるため日曜日とそれ以外の延長区間運行日で延長ルートへの出入り口及び経路が異なっていたただし千代田桜祭り秋祭りの延長運行では土曜日でも日曜日のルートを適用している なおパレスホテルへの乗り入れは2009年2月より休止されているため参考として復帰する。開業当初は低光外、低騒音、低床のニュージーランドデザインライン製、タービン電気バス、オリンバスを専属で使用していた。アメリカのキャプストンタービン車製、ガスタービンにより発電し、その電力による電気モーターで走行する。ディーゼルエンジンバスに対して排出ガス中の 窒素酸化物は5分の1、炭化水素は3分の1、一酸化炭素は10分の1、ディーゼル排気微粒子は3分の1まで低減され、環境性能の高さをアピールしていた。なおメトロリンク、日本橋開業までは、同線で活躍する2台も簡易な装飾を施して、丸の内シャトルで運用していた。基本的にこの2台で運行され、定期点検や故障などの際の代替予備、 延長運転の際の増発応援として、慢性、ディーゼルエンジンを搭載した、デザインライン製ノンステップバスが加わる。2009年5月8日の経路変更では、所要時間増に伴い3台で運行されるため、予備車が通常運行に加わり、東京米シャトル仕様の同型車が予備車を兼ねる。2010年からは、日のブルーリボンシティハイブリッドが投入されている。ありがとうございます。